的なフランス料理のスペシャルメニューで皆様をおもてなしいたします。シェフレミーがはるばるフランスから持ってきた秘伝のレシピはきっとご満足いただけるはずです。はい、ちょっと失礼します。おい、シェフの到着はまだか。申し訳ございません。まだみたいです。すでにお客様が大勢お集まりだ。とりあえず皆様からご注文をお受けして、なんとか時間をつないでおこう。さあ、今日も忙しくなるぞ。それでは早速皆様からオーダーをお受けいたしましょう。トモロク、味覚のフランス旅行、そのスペシャルなメニューはこちらでございます。もあら、さあ、出張レストランメディテレニアンハーバーについについにやってまいりました。もう準備は無理。お、いらっしゃいます。お客様、当店は初めてでいらっしゃいますか。ウィーウィー。それではブルゴンニより直送の子牛を使った赤ワイン煮込みがおすすめです。新鮮な野菜と一緒に柔らかくなるまで煮込んだ美味しいシチューです。トレビアン、シンプルですが素晴らしい一品、お口の中でとろけますよ。おめでとうたーい。お友達シェフですね。お、コンジュコマタレも元気ですか。整理、あ、SM1、 トレビアントレビアン、メルスボク、皆様にもね、フランスの香りと風をお届けしますね。メニューが気になる。はい、メニューですね、ラタジューブニャンコンパンとなっております。お、いらっしゃいますお客様、ご注文が、あ、私が選んで差し上げますね。ラタトゥーユにいたしましょう。これはシェフレミーの得意料理の一つです。トマトガーリックソースの上に色とりどりの野菜が層に重なって盛り付けられた非常に美しい一皿です。あの辛口評論家のイーゴも、これは絶品だと言いますよ。あ、そうだ、せっかくですからミシソワーズも一緒にお召し上がりいただきましょう。じゃがいもを炒めてからブイヨンを加えてコトコト煮込み、旨味が十分出たところでそれを丁寧に裏ごしし、仕上げに生クリームと合わせた非常に滑らかな舌触りの上品なスープです。当店自慢のパンドカンパーニュもお付けしますよ。いや、考えただけで私よだれが止まらなくなってきました。やっぱりフランス料理は最高というわけで、本日のスペシャルメニューオーダーいただきました。シェフがいない。困りました、どうしましょう。カッチンが先ほどまだこちらにいたた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 たまるで一人パリコレクション、食材のファンタジスタが練り歩く
ラバの大観衆を目の前に。はい、決まった。ジャックルもう一本決めて弾みをつけたいところよ。はい、ローズマリー取って。おっと、ここでローズマリーコールだ。ヘッドメーター取ってください。なんで私がまとまってる。もう何でも考えろよ。なんでって。僕のお店に来てくれてどうもありがとう。うん、どうしよう、大変なことになってる。煙、君たちはもう二度と調理台に立たせん。おお、ボンジュール。これは一体何の騒ぎですか。シェフ、シェフ、それにシェフレミ、お待ちしておりました。この見習い2名が下準備を先に始めておくと言い出しまして、ご覧のありさまです。手伝おうとしてくれたことはわかるが、どうしてこんなことになったんだ。シェフレミの憧れのシェフグッソーは誰にでも料理はできると言っていた。だが料理には大切なことがある。キッチンのスタッフは自分の役割に責任を持つ。そしてチームワークで働くんだ。そうだ、スージャフ、もう一度全員で調理をするのはどうです。ああ、皆さんも手伝ってくださいますか。みんなで作った料理もきっと格別に美味しくなるはずだわ。おお、素晴らしい考えだ。シェフレミーも手伝ってくれるよね。みんな心配いらないよ、僕も手伝うから。さあ、私たちに任せなさい。じゃあ、ところで注文は。はい、子牛の赤ワイン煮込みとラタトゥーユをご注文いただいております。なるほど、よし、それでは早速調理再開といこう。しっかりついてくるだよ。はい、さあ始めよう。さあ、お客様のお腹を使っているとスピードを上げて手際よくいこう。ウィンシェフ、皆さんはダンスを踊って調理を手伝ったり、2人にエールを送ってあげてくださいね。周りの人にぶつからないように気をつけて。私も一緒にやりますよ、頑張りましょう。さあ、まずは調理の要、下ごしらえから野菜を均等にカットしていこう。さあみんな、野菜と包丁を持って準備して。はい、さあ、はい、トン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 、もう一度トン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 、早く次はスライス、スライス、スライス、シュッシュッ、オース、スライス、スライス、シュッシュッシュッ。煮込み用は大きさを揃えて、ラタトゥーユ用は薄く丁寧にスライスするんだ。トン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 、スライスライスシュッシュッ、トン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 、スライスライスシュッシュッシュッ。さあ次は牛肉が柔らかくなるように叩くリズミカルにいこう。さあ、はい、トン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 、タイム、トン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 、エンド、トン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 。そうそう、みんなその調子。ワンツーワンツー、上下上下、トン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 、エンダー。よし、肉が柔らかくなったら次は塩コショウだ。みんな見る元、さあ、はい、塩コショウ、上下上下、塩コショウ、上下上下、オッケー。もっと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 完璧、完璧だ。さあ、今度はフランス料理に欠かせない美味しいパンを作りましょう。美味しいパンを作るには小麦や水、イースト菌ももちろん大切だけど、一番は愛情を持って生地をこねることが大切なの。まずはレミーのお手本を見て。よいしょよいしょ。さあ、皆さんもパン生地をこねる練習をしてみましょう。両手を高く上げて、準備はいいですか。まず8の字に大きく生地をこねて、そうです、ぐるっと回して、反対も、そう、生地を集めて伸ばす、集めて伸ばす、ぐるぐる丸めましょう。バッチリ、皆さんとてもいいわ。それじゃあ、いよいよ生地をこ
ができるように。さあ、パンキチが前に行きます。愛情を込めて優しくぐるぐる揺れましょう。優しく優しく仕上げは皆さん一緒に。さん、はい、プッシュ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 。そろそろできてきたところだわ。皆さんどうもありがとうございます。小さなお友達もどうもありがとう。皆さんの愛情たっぷりの美味しいパンが出来上がるわ。焼き上がりが楽しみだ。さあ、最後は準備した材料を美味しく調理しよう。しながら手際よくランピンも同時に仕上げる。まずは鍋から。さあ、みんなお供を打とう。いいかい。さあ、はい、倒しまして、次は早くいい香り、おいしそう、大きく倒してくれ、見て一緒に早くいい香り。次はフライパン出して、引いて、ワン、ツー、ワン、ツー、出して引いて、大きく回して、おいしそう、出して引いて、ワン、ツー、ワン、ツー、出して引いて、取り掛かるぞ。皆さんも手拍子で応援しましょう。数々が出来上がりましたな。いかにも。どうだね、君たちは今みんなで調理をしたことで改めて大切なことに気がついたはずだ。一人前のシェフになるために大事なこと、それは単に料理の腕を磨けばいいということではないんだよ。その通り。いい、シェフ同士がお互いに協力すること、尊重し合うことが調理をする上で一番重要なことなの。仲間にも食材にも愛情を持って調理をすれば、それはお料理に必ず現れるものよ。そうだ、シェフレミ、彼らをもう見習いではなく、我がラタトゥイユ出張レストランのシェフとして認めようと思うんだが、どうだろう。そうと決まれば、これはラタトゥイユのシェフの証よ。これからはこれをかぶって胸を張って、この出張レストランで腕を振ってちょうだい。なんて素敵な日なんだろう。きっとこの出張レストランの立派なシェフになるよ。皆さんのお手伝いのおかげです。ありがとうございました。食べたくなったらいつでもシェフレミーの出張レストランをご利用ください。
僕たちが腕によりをかけて一生懸命おもてなしいたします。さあ次の料理の準備だ。シェフレミ、スペシャルメニューは考えてあるかい？またおもてなしできるのを楽しみにしていますね。ご来店ありがとうございました。またお会いしましょう。メルシシェフになれる。